やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。ではこいつかな、こいつ倒せば大丈夫なのかな、うん、あれなんかボス戦っぽくないな。戦っじゃあ普通に戦っていきますか。そんな強くないんです。ちゃんと戦おうと思ったけど意外とそうでもなさそうだからやれるか、あ意外とバイクラスビーロン、あそんな強ないじゃん全然。え何をしたらクリアなの、ある程度倒したら。ちょっと僕ねさっきねMP 回復しに行ったからちょっと待って、どう掘るん、どうすりゃええんや、どうすりゃええんや、どう掘るんですか。ポッポッ、ナイスナイスナイス、ちょっとまた一通り倒しに行く。どうしろと言うんじゃ、全部倒せってこと、全部倒せってことか。そうなってくるかな、よいしょ、あローレベル上がった、ラッキー。すべて倒すとらしいわ。なんか無駄なことしちゃったな俺、あれボス戦かと思っちゃったわ。じゃあ倒しますかすべて、はい任せろ。はい、あとどこにいる、こいつを倒さなきゃいけないな。はいよいしょ、ベロニカが死んじゃう、いいダメージ入るね、落ちないな、全然ダコじゃないじゃん。満タン、オッケー。あとはあっち側か。その前に真ん中の通路を倒しておきたいな。また前回のパーツ同じことしてるよ俺無駄なことしてんな俺。よいしょ、ほらほらいいよ、うわあんま通らんねえ、いいダメージ入る、ナイス、甘い息、オッケー。あとはじゃあ上の方だけか、こっち側だけかな、ダマーン、よいしょ、はい、やれないか、ナイス、ベロニカの MP がなくなっちゃうベロニカの MP が、あと奥だ、奥いたっけ、いる、あとこいつだけか、頼むお前だけで終わってくれ、めんどくさいって、めんどくさいよめんどくさいから、はい、ちょっと強いんだよなお前ら、あーいいダメージ、落ちないんだ、イオグランデ、ナイス、これで終わりっしょ、まだいんの、どこにいんだよ。ちょっとベロニカ変えますか、グリーグ、
どこにいる？え、もういなくね？あ、いた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 。お前ちっこいから分かりにくいんだわ。よいしょ。あー、いいダメージ。ギガブレイク、ナイスワイドロース。あれ全然食らえないじゃん。はい、よいしょ。頼むよグレイグ。おお、いいダメージ入るね。かわいい。よっしゃ。まだいるの？どこだよ。もういないって絶対。こっちの下とか？こっち側いる？アリスちゃんだな、あれは。いねえじゃん。どこ？ステージ裏とか？そういうパターン？ステージ裏とかありそうだな。こっち側にいるとか。いねえよな。どこどこ？こんにちは。まあ、こんな時にパフパフなんてしてられるか、バカタレが。マジいねえじゃん、どこにも。はあ、積んでる。どこいる？6分もう7分使ってんだけど、これで。ちょいちょいちょい、ダーハルーネで7分は使わんでいいのよ。マジどこ？いないんだけど。違う、だってまだいかんもんね。あれ？終わっとるて。もういないんすけど。あと一箇所。あと一箇所。どこ？こっち側？マジでわかんないんだけど。いないって、いないって。待って、どこ？本当にいないんだけど。あと一箇所。ここ？違うよな。おい、もうめんどくさいって。どこだよ。あ、待って、いるな、いた。のやろ、お前ちっこくてもっとでけえやつにしてくれよ。おら、お前らちっこいから見にくいわ、ほんまに。ほんま見にくいわ。きかんて。よいしょ、受けてみよう。ナイス、アムアムさん強くリーグ勝利だ。オッケー、やっとだぜ。もうこの BGM 飽きちゃったわ。ルパスという男から話は聞きました。この街をあなたが救ってくださったと、なんと俺を申し上げてみる。いえいえいえ、その僕やつに。はい、ライトニングソード。はい、了解。ライトニングソード。弱いやん。むっちゃ弱いやんけ。あんま使わないんだろうな。ルパスさんはどこにおる？ルパス、ルパス。ちょっと待てよ。ルパス入り口か？いや、マジで時間かけちゃった。いた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 。こんにちは。
あんたの活躍見させてもらったぞ。さすが勇者だな。感動すらしたぜ。不運ばかりの人生だったが、だった俺だが、あんたに巡り会えたことは唯一にして最大の幸運なのかもしれない。今回だってあんたのおかげで俺たち親子の命も助かったようなもんだ。礼をしたいって何でも言ってくれ。いいよ。ありがとう。よし、これで、ルパスさん仲間にできたということで、町の南西、南、西、こっちか。兄弟、なんかここでさ、これか、これ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 、神秘の物質ね。いえ、で南西にいる兄弟に順々に話しかけていくと、最大100万ゴールドが200万ゴールドになる。兄弟でしょ、ここにいる兄弟ってこと。違うな、違うな。いえ、バカタレか、ここか。違うな、あんた違う。ちょっと神秘の物質欲しいから、君か、違う、あー君か、違うか。あれ、あなた違うな。次じゃあこっち行くか。そういうこと？いえ、800万ゴールド、バカじゃねえのお前。これ、あ、そういうことね。これの折り返しってことね。40万ゴールド、買えねえよ。そんなだけ。なるほどね。こうやって買っていくんだ。40万ゴールド？その半額で20万ゴールドだ。いえ。バカか、20万ゴールド買えるわけで2万ゴールドにあるんだろ。知ってんだぜこっちは。はい、どうも。20万ゴールド、ついにおかしくなったか。これを仕入れるのにどれほど苦労したか。いや、これ負けてられない。お、来た。はい、やったぜ。神秘のビスチェって誰がつけれるんだろう。違うの、マルティナか。あんまり強くない。いや、君は絶対無理だもんな。がー、マルティナだけか。マルティナだけだ。想定の塔が、え、めっちゃいいやん。ゼシカやん。やったぜ。神秘のビスチェスタイルはめちゃくちゃ嬉しいわ。オッケー、では一旦ここで終わっておきましょう。次はどこの方がいいかな。次って何かあったっけ。まあいいや、次の仲間を集めるためにしていきましょうか。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。